熊本で地震、予想震度4。熊本、予想震度4。福岡県筑後地方、マグニチュード 5.0、最大震度、不明。最大震度、5強。マグニチュード 5.1。熊本県熊本地方、マグニチュード 4.8。マグニチュード 5.1。マグニチュード 4.8。震度4、福岡、佐賀、長崎、熊本。福岡県筑後地方。しています。あ、日々きっかけは韓国に行った時に朝ごはんでおかゆを食べて、見た目は本当にただの白米がこうブヨブヨになったいや、ちょっとその濁った水にブヨブヨの白米が使ってる感じでした。途中ですが緊急地震速報です。緊急地震速報が福岡県、長崎県、熊本県に出ました。強い揺れに警戒してください。怪我をしないよう身を守ってください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。緊急地震速報が福岡県、長崎県、熊本県に出ました。強い揺れに警戒してください。テレビの映像は熊本県益城町の現在の映像です。強い揺れに警戒をしてください。そして怪我をしないよう身を守ってください。姿勢を低くして頭を守ってください。緊急地震速報が福岡県、長崎県、熊本県に出ました。強い揺れに警戒してください。映像は変わって福岡市内の現在の様子です。この映像を見る限り明かりはついています。そして車が走っている様子が確認できます。福岡県、長崎県、熊本県に緊急地震速報が出ました。震度の情報です。最大震度4です。最大震度4です。先ほど午後6時10分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。
震度4を福岡県筑後地方、熊本県熊本地方で観測しています。震度6弱です。震度6弱を熊本県熊本地方で観測しました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。また食事の準備をしている方もいると思います。揺れが収まってから火を消すようにしてください。最大震度6弱を熊本県熊本地方で観測しています。また震度4を福岡県筑後地方、震度3を佐賀県南部島原半島、熊本県阿蘇地方で観測しています。また震度3を熊本県天草足北、大分県西部でも観測しています。先ほど午後6時10分ごろ九州地方で強い地震がありました。震度6弱を熊本県熊本地方で観測しています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いて行動してください。怪我をしないことを一番に考えて行動してください。また揺れが収まって安全を確認してから火の始末をするようにしてください。津波の心配はありません。新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。先ほど午後6時10分ごろ九州地方で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を熊本県熊本地方で観測しています。揺れが強かった地域や山間部の地域など土砂災害にも十分警戒をしてください。震度6弱を熊本県熊本地方で観測しています。また揺れが収まって安全を確認してから火の始末をするようにしてください。揺れが収まってからで間に合います。落ち着いて火の始末をするようにしてください。震度6弱を熊本県熊本地方で観測しています。また震度4を福岡県筑後地方で観測しました。また震度3を佐賀県南部島原半島、市町村ごとの震度が入ってきました。震度6弱を熊本県の和水町で観測しています。また震度5弱を熊本市北区玉東町で震度5弱を観測しました。また震度4を福岡県の大牟田市、柳川市、宮間市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市など、また福岡県の震度3を福岡県や佐賀県など九州の広い範囲で観測しています。先ほど午後6時10分ごろ九州地方で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を熊本県の和水町で観測しました。また震度5弱を熊本県の熊本市北区玉東町で観測しています。また震度4を福岡県の大牟田市、柳川市、宮間市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西から村で震度4を観測しています。また震度3から1の揺れを九州の広い範囲で観測しています。震度6弱は人が立っているのが難しいほどの揺れです。また建物の壁や窓ガラスが壊れて落ちる恐れがあり、補強されていないブロック塀は壊れることがあります。鉄筋コンクリートの建物でも壁や柱などにひび割れができることがあります。先ほど午後6時10分ごろ九州地方で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を熊本県の和水町で観測しています。また震度 5弱を熊本県の熊本市北区玉東町で観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、土砂災害に警戒してください。また揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いて行動するようにしてください。慌てて行動すると怪我をする恐れがあります。周りをよく見て怪我をしないことを一番に考えて行動してください。先ほど午後6時10分ごろ九州地方で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を熊本県の和水町で観測しています。また震度5弱を熊本県の熊本市北区玉東町で観測しました。
また震度4を福岡県の大牟田市、柳川市、宮間市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西原村で震度4を観測しています。また震度3から1の揺れを九州地方の広い範囲で観測しました。揺れが強かった地域の皆さん、土砂災害に警戒してください。土砂崩れや山崩れの恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしてください。また食事の準備をしていたという方も多いと思います。安全を確認してから火の始末をするようにしてください。そして落ち着いて行動してください。足元など十分に注意をしてください。慌てて行動をすると思わぬところで怪我をすることがあります。足元などよく確認をして行動をするようにしてください。先ほど午後6時10分ごろ、九州地方で震度6弱を観測する強い地震がありました。熊本県の和水町で震度6弱を観測しています。また震度5弱を熊本県の熊本市北区玉東町で観測しています。また震度4を福岡県の大牟田市、柳川市、宮間市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西原村で震度4を観測しています。また震度3から1の揺れを九州地方の広い範囲で観測しています。この地震で津波の心配はありませんが、この後も揺れが起きる恐れがあります。この後も地震に警戒をしてください。危険な場所には近づかないようにしてください。そして揺れが強かった地域の皆さん、土砂災害などに警戒をしてください。地震で地盤が緩んで土砂崩れ、山崩れが起きる恐れがあります。危険な場所、急な斜面や住宅の裏山などには近づかないようにしてください。またこの地震で津波の心配はありませんが、この後も地震に警戒をしてください。そして怪我をしないことを一番に考えて行動してください。落ち着いて安全を第一に行動するようにしてください。先ほど午後6時10分ごろ、九州地方で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、この後も揺れに警戒をするようにしてください。震度6弱を熊本県の和水町で観測しています。また震度5弱を熊本県の熊本市北区玉東町で観測しました。また震度4を福岡県の大牟田市、柳川市、宮間市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西原村で震度4を観測しました。また震度3から1の揺れを九州地方の広い範囲で観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いて行動をするようにしてください。慌てて行動をすると思わぬところで怪我をすることがあります。足元などどうぞ確認をして行動するようにしてください。また揺れが強かった地域では土砂災害などにも警戒してください。地震で地盤が緩んで山崩れや崖崩れの恐れがあります。急な斜面ですとか住宅の裏山などには危険な場所に近づかないようにしてください。先ほど午後6時10分ごろ、九州地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、この後も揺れに警戒をしてください。震度6弱を熊本県の和水町で観測しました。また震度5弱を熊本市北区玉東町で観測しています。今回の地震で揺れが強かった地域の皆さん、外を歩く際は映像は地震発生当時の熊本市内の様子です。カメラが横に揺れているのが分かります。明かりはついていますが、カメラが横に揺れている様子が分かります。地震発生当時の熊本市内の熊本市中央区の様子です。カメラが先ほどの映像でガタガタと横に揺れている様子が確認できました。熊本市では北区で熊本市北区では震度5弱を観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、外を歩く際にはブロック塀などにも十分注意をしてください。また上から物が落ちてきたり、瓦が落ちたり、ガラスが割れて落ちてくるようなこともあります。十分注意するようにしてください。原発の情報です。九州電力によりますと、
佐賀県にある玄海原子力発電所と鹿児島県にある仙台原子力発電所について地震の影響を確認しているということです。九州電力によりますと、佐賀県にある玄海原子力発電所と鹿児島県にある仙台原子力発電所について地震の影響を確認しているということです。先ほど午後6時10分ごろ、九州地方で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、この後も揺れに警戒するようにしてください。震度6弱を熊本県の和水町で観測しました。また震度5弱を熊本県の熊本市北区玉東町で観測しています。また震度4を福岡県の大牟田市、柳川市、宮間市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西原村で震度4を観測しています。その他震度3から1の揺れを九州地方の広い範囲で観測しました。揺れが強かった地域の皆さん、土砂災害などに警戒してください。そして行動する際はどうぞ落ち着いて行動するようにしてください。思わぬところで怪我をすることがあります。足元などを確認して行動するようにしてください。また外を歩く際はブロック塀や電柱、自動販売機など倒れる恐れがあるものには近寄らないようにしてください。この後も地震の恐れがあります。わずかな揺れでもさらに倒れたり崩れたりする恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしてください。怪我をしないことを一番に考えて行動するようにしてください。揺れが強かった地域の皆さん、どうぞ落ち着いて行動するようにしてください。今日午後6時10分ごろ、熊本県で震度6弱の強い揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、この後も揺れに警戒するようにしてください。震度6弱を観測したのは熊本県和水町です。また震度5弱を熊本市北区と熊本県玉東町で観測しました。このほか震度4の揺れを福岡県と熊本県で観測しました。また熊本県を中心に九州と中国四国地方の広い範囲で震度3から1の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。 JR の情報です。 JR によりますと、九州新幹線はこの地震の影響で停電が発生し、午後6時20分現在、博多駅と新八代駅の間の上下線で運転を見合わせています。九州新幹線はこの地震の影響で停電が発生し、午後6時20分現在、博多駅と新八代駅の間の上下線で運転を見合わせています。映像は熊本市内の現在の様子です。信号機がついています。そしてライトをつけた車が走っている様子が確認できます。正面の建物の明かりや街灯もついている様子が確認できます。歩いている歩行者の姿も確認できました。熊本市内の現在の様子です。信号をついています。そして建物の看板の明かりもついています。歩いている人もいます。この画面を見る限り明かりが消えているというような様子はありません。熊本市内の現在の様子です。車も走っています。そして車のライトもついています。信号機も点灯して歩行者が歩いていました。映像を見る限り大きな変化はありませんが、揺れが強かった地域や場所によっては物が落ちたりガラスが割れたりしている恐れがあります。この後も気をつけて怪我をしないように、足元や周りに十分注意するようにしてください。では福岡放送局からお伝えします。はい、福岡のスタジオからお伝えします。現在私の手元には熊本県内の詳しい揺れの大きかった地域の地震の情報、被害の情報などは今のところ入っていません。私は地震が発生した時、福岡市中央区にある NHK 福岡放送局の4階にいました。福岡放送局は鉄筋6階建ての建物ですが、特に揺れを感じるということはありませんでした。NHK の居室の中の様子ですが、本棚やキャビネットから本や物が落ちたということはありませんでした。
先ほど午後6時10分ごろ九州地方で強い地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度6弱を熊本県和水町で観測しています。熊本市内では午後6時10分過ぎに突然横に激しい揺れが起きて、およそ20秒ほど続きました。窓ガラスが割れたり棚から物が落ちるなどの被害は出ていません。市内は市電やバスなどの公共交通機関は平常通り運行しています。繰り返しお伝えします。熊本市内では午後6時10分過ぎに突然横に激しい揺れが起きて、およそ20秒ほど続きました。窓ガラスが割れたり棚から物が落ちるなどの被害は出ていません。市内は市電やバスなどの公共交通機関は平常通り運行しています。この地震の影響で九州自動車道は福岡県の美山柳川インターチェンジと熊本県の熊本インターチェンジの間で通行止めとなっています。また JR によりますと、九州新幹線はこの地震の影響で停電が発生し、午後6時20分現在、博多駅と新八代駅の間の上下線で運転を見合わせています。高速道の情報ですが、この地震の影響で九州自動車道は福岡県の美山柳川インターチェンジと熊本県の熊本インターチェンジの間で通行止めとなっています。また JR によりますと、九州新幹線はこの地震の影響で停電が発生し、午後6時20分現在、博多駅と新八代駅の間の上下線で運転を見合わせています。現在の福岡市内の様子です。夜を迎えています。暗い部屋の中では慌てず、お互いに声を掛け合ってください。足元に散らばったもので怪我をする恐れがあります。室内でも履き物を履くなど注意をしてください。震度6弱の揺れを観測した熊本県和水町の飲食店の店主の男性は、突然5秒ほどの強い揺れを感じた、すぐに外に逃げなければと思うほどの揺れだった、食器棚がガタガタと音を立て、中で重ねた皿が崩れたと話していました。繰り返しお伝えします。震度6弱の揺れを観測した熊本県和水町の飲食店の店主の男性は、突然5秒ほどの強い揺れを感じた、すぐに外に逃げなければと思うほどの揺れだった、食器棚がガタガタと音を立て、中で重ねた皿が崩れたと話していました。地震の情報はラジオや携帯電話のワンセグでも得られます。放送を聞いた方は周りの人にも知らせてください。震度6弱を観測した熊本県の玉名警察署によりますと、午後6時過ぎ、下から突き上げるような揺れがあり、揺れは5、6秒続いたということです。ただ棚から物が落ちるような被害はなかったということです。繰り返しお伝えします。震度6弱を観測した熊本県の玉名警察署によりますと、午後6時過ぎ、下から突き上げるような揺れがあり、揺れは5、6秒続いたということです。ただ棚から物が落ちるような被害はなかったということです。暗い部屋の中では慌てず、お互いに声を掛け合ってください。足元に散らばったもので怪我をする恐れがあります。室内でも履き物を履くなど注意をしてください。安全を確認しながら火の始末をしてください。ろうそくは倒れる恐れがあります。注意をしてください。熊本市内では午後6時10分過ぎに突然横に激しい揺れが起きて、およそ20秒ほど続きました。窓ガラスが割れたり棚から物が落ちるなどの被害は出ていません。市内は市電やバスなどの公共交通機関は平常通り運行しています。熊本市内では午後6時10分過ぎに突然横に激しい揺れが起きて、およそ20秒ほど続きました。窓ガラスが割れたり棚から物が落ちるなどの被害は出ていません。市内は市電やバスなどの公共交通機関は平常通り運行しています。震度6弱の揺れを観測した熊本県和水町の飲食店の店主の男性は、突然5秒ほどの強い揺れを感じた、すぐに外に逃げなければと思うほどの揺れだった、
食器棚がガタガタと音を立て、中で重ねた皿が崩れたと話していました。また震度6弱を観測した熊本県の玉名警察署によりますと、午後6時過ぎ、下から突き上げるような揺れがあり、揺れは5、6秒続いたということです。ただ棚から物が落ちるような被害はなかったということです。すっかり日が暮れて夜を迎えています。暗い部屋の中では慌てず、お互いに声をかけ合ってください。足元に散らばったもので怪我をする恐れがあります。室内でも履物を履くなど注意をしてください。安全を確認しながら火の始末をしてください。お伝えしていますように、今日午後6時10分ごろ、熊本県で震度6弱の強い揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、この後も揺れに警戒をしてください。また土砂崩れや崖崩れなどに警戒をするようにしてください。そして外を歩く際は、ブロック塀が倒れたり、瓦が落ちてきたり、またガラスが割れて落ちてくるようなこともあります。周りを十分確認して行動するようにしてください。じゃあ行きますよ。熊本市内から中継です。私は今、熊本市中心部にいます。地震が揺れた時は地響きがしましたが、建物が揺れて建物から物が落ちるということはありませんでした。外を見ていますが、今車の通りは普通に流れています。信号機などの停電も起きていません。こちらのビルでは、見える限りではガラスにひびなど入っていないようです。歩いている人たちも普通に歩いています。以上、熊本中心部からお伝えしました。熊本市内の現在の様子です。熊本市中央区では震度3の揺れを観測しています。揺れが強かった地域で、この映像を見る限り大きな影響はありませんが、揺れが強かった地域では被害が出ている恐れがあります。周りを十分に確認するようにしてください。この映像では大きな影響はありませんが、揺れが強かったところではブロック塀が壊れたり、また瓦が落ちてきたり、ガラスが割れているようなことがあるかもしれません。外を歩く際などは周りを十分注意するようにしてください。熊本県で震度6弱の激しい揺れを観測する地震が発生したことを受けて、気象庁はこの後午後8時10分から記者会見を開き、防災上の注意点や今後の地震活動の見通しなどを説明することにしています。また熊本県で、また菅官房長官はこの後政府で把握できている情報などについて記者会見して説明することにしています。また気象庁によりますと、熊本県で震度6弱以上の揺れを観測したのは、一連の熊本地震が起きた平成28年4月16日以来3年ぶりです。お伝えしていますように、今日午後6時10分ごろ、熊本県で震度6弱の強い揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、この後も地震に警戒をしてください。危険な場所からは離れて、周りの安全を確認するようにしてください。各地の震度です。震度6弱を観測したのは熊本県和水町です。また震度5弱を熊本市北区と熊本県玉東町で観測しました。また震度4の揺れを福岡県大牟田市、柳川市、宮間市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西から村で観測しました。このほか熊本県を中心に、九州と中国四国地方の広い範囲で震度3から1の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。熊本県庁の危機管理防災課では、午後6時15分に災害対策本部を設置しました。
午後6時35分現在、県内での被害の情報は入っていませんが、引き続き情報を収集することにしています。熊本市内では午後6時10分過ぎに突然激しい横揺れが起き、およそ20秒ほど続きました。市内では市電やバスなどは通常通り運行しています。また震度3を観測した熊本市中央区の熊本市役所の職員によりますと、3秒程度の横揺れがあり、すぐに収まったものの、大きな揺れは最近なかったので驚いた。まだ被害の連絡はないものの、大きな被害が出ていないか確認している途中ですと話していました。また震度6弱の揺れを観測した熊本県和水町の飲食店の店主の男性は、突然5秒ほど強い揺れを感じた。すぐに外に逃げなければと思うほどの揺れだった。食器棚がガタガタと音を立てて、中で重ねた皿が崩れたと話していました。揺れが強かった地域の皆さん、落ちてくるものなどにこの後もどうぞ気をつけてください。また足元などどうぞ気をつけて行動してください。怪我をしないことを一番に考えて、家の中でも靴やスリッパを履くようにして行動するようにしてください。怪我をしないことを一番に考えて、どうぞ落ち着いて行動をするようにしてください。そしてこの後も地震に警戒をしてください。高速道路の情報です。この地震の影響で九州自動車道は福岡県の美山柳川インターチェンジと熊本県の熊本インターチェンジの間で通行止めとなっています。また JR の情報です。 JR によりますと、九州新幹線はこの地震の影響で停電が発生し、午後6時20分現在、博多駅と新八代駅の間の上下線で運転を見合わせています。また九州電力によりますと、佐賀県にある玄海原子力発電所と鹿児島県にある仙台原子力発電所について地震の影響を確認しているということです。熊本県庁の危機管理防災課では、午後6時15分に災害対策本部を設置しました。午後6時35分現在、県内での被害の情報は入っていませんが、引き続き情報を収集することにしています。熊本県で震度6弱の激しい揺れを観測する地震が発生したことを受けて、気象庁はこの後午後8時10分から記者会見を開き、防災上の注意点や今後の地震活動の見通しなどを説明することにしています。また菅官房長官はこの後政府で把握できている情報などについて記者会見して説明することにしています。気象庁によりますと、熊本県で震度6弱以上の揺れを観測したのは、一連の熊本地震が起きた平成28年4月16日以来3年ぶりです。原発の情報です。原子力規制庁によりますと、震度2の揺れを観測した佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所の3号機と4号機と、同じく震度2を観測した鹿児島県薩摩川内市にある川内原子力発電所の1号機と2号機はそれぞれ運転中で、今のところ先ほどの地震による影響はなく、運転を続けているということです。また震度2を観測した愛媛県伊方町にある伊方原子力発電所3号機も運転中で、先ほどの地震による影響はなく、運転を続けているということです。またそれぞれの原発の周辺にある放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。ではここで熊本市北区の内田久美子さんに電話がつながっています。内田さん、はい、大変なところを失礼します。内田さん、今、はい、大変なところ申し訳ありません。地震が発生した当時、どんな揺れだったでしょうか。怖かったですよ。横振れで横揺れが起きたと。はいはい、棚のものが少し商品が落ちてきました。はい、コンビニを経営されているということですが、はい、です、はい、商品、店内の状況を、はい、細かく教えていただけますでしょうか。細かく、カップラーメンとかあんなの10個か20個ぐらい落ちて、はい、レジの中の飲み物は5、6列倒れておりました。でタバコとかも落ちてきて、
して雑貨商品もちょっと重たいのを落ちておりました、はい、商品カップ麺や瓶などが落ちたり倒れたりしたということですか。そうですね、はい、はい、あのライフラインの電気はどうですか。それほどはなかったですね。今店内電気はついていますか。はい、あ、電気はついております。はい、見える範囲で熊本市北区ですが、はい、あの外の様子、停電していたりするような様子確認できますでしょうか。ありません、停電はありません。様子見ても外は見える範囲で熊本市北区も停電はしていないと、はい、見える範囲ではそういうことですか。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、そして改めてですが、あの揺れが起きた時どんな揺れだったか教えてもらえますか。はい、縦揺れでした。縦揺れ、縦揺れ、なんか、はい、目を回るほどじゃなかったです。捕まえる程度。あの周りで怪我をされた人ですとか。そんなのはありません。ありませんか。はい、はい、あと他にあの見える範囲で、はい、あの影響が出ているようなところありますでしょうか。ないと思います。見える範囲では道路ですとかガラスの窓ですとか建物の壁などの様子、はい、ガラス窓とかは ありません。割れとかはありません。見える範囲で影響はなさそうだということですか。はい、はい、内田さん大変な状況のところ、はい、ありがとうございました、はい、この後もあの揺れが起きる恐れがありますので、はい、どうぞ気をつけて行動してください。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。お伝えしていますように、今日午後6時10分ごろ、熊本県で震度6弱の強い揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、この後も地震に警戒をするようにしてください。どうぞ足元などを気をつけて行動するようにしてください。怪我をしないことを一番に考えて行動してください。また、外ではブロック塀が倒れたり、瓦が落ちてきたり、ガラスが割れている恐れもあります。どうぞ周りを気をつけて歩くようにしてください。各地の震度です。震度6弱を観測したのは熊本県和水町です。また震度5弱を熊本市北区と熊本県玉東町で観測しました。また震度4の揺れを福岡県大牟田市、柳川市、みやま市、熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西から村で震度4の揺れを観測しました。このほか熊本県を中心に九州と中国四国地方の広い範囲で震度3から震度1の揺れを観測しています。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありませんが、この後も揺れが起きる恐れがあります。この後もどうぞ地震に警戒をしてください。そして行動する際は怪我をしないことを一番に考えて落ち着いて行動するようにしてください。また山間部では土砂災害にも警戒をしてください。地震で地盤が緩んでいる恐れがあります。山崩れ、崖崩れにも注意をしてください。急な斜面ですとか住宅の裏山など危険な場所には近づかないようにしてください。この地震の影響で九州自動車道は福岡県の美山柳川インターチェンジと熊本県の熊本インターチェンジの 間で通行止めとなっています。 JR の情報です。 JR によりますと、九州新幹線はこの地震の影響で停電が発生し、午後6時20分現在、博多駅と新八代駅の間の上下線で運転を見合わせています。震度6弱の揺れを観測した熊本県和水町の職員は、どんと大きな縦揺れが来た後、数十秒間横揺れが続いた。役場に到着すると引き出しが出たり書類が倒れたりしていた。現時点で被害の情報は入っていないが、引き続き情報の収集に当たっていると話していました。また震度6弱の揺れを観測した熊本県和水町の北部にある三河総合支所の職員は、地震が発生した時の状況について、ドーンという大きな揺れの後10秒から15秒ほど縦揺れが続いた。被害の情報は今のところ入っていないと話していました。揺れが強かった地域の皆さん、どうぞ怪我をしないことを一番に考えて行動するようにしてください。この後も足元などどうぞ注意して行動するようにしてください。原子力規制庁によりますと、
震度2の揺れを観測した佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所の3号機と4号機、そして同じく震度2を観測した鹿児島県薩摩川内市にある川内原子力発電所の1号機と2号機はそれぞれ運転中で、今のところ先ほどの地震による影響はなく運転を続けているということです。また震度2を観測した愛媛県伊方町にある伊方原子力発電所3号機も運転中で、先ほどの地震による影響はなく運転を続けているということです。またそれぞれの原発の周辺にある放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。今回の地震を受けて政府は午後6時12分、総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置しました。現在自治体と連絡を取るなどして被害の状況など情報収集を進めるとともに、関係省庁の緊急参集チームのメンバーを集めて対応を協議しています。また今回の地震で菅官房長官はこの後政府で把握できている情報などについて記者会見して説明することにしています。また気象庁はこの後午後8時10分から記者会見を開き、防災上の注意点や今後の地震活動の見通しなどを説明することにしています。お伝えしていますように、今日午後6時10分ごろ熊本県を震源とする地震があり、熊本県内で震度6弱の揺れを観測したほか、九州、中国、四国の広い範囲で揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を観測したのは熊本県和水町です。また震度5弱を熊本市北区と熊本県玉東町で観測しました。このほか震度4の揺れを熊本県の荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、甲子市、南関町、西原村、福岡県の大牟田市、柳川市、みやま市で震度4を観測しました。このほか熊本県を中心に九州と中国四国地方の広い範囲で震度3から震度1の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。この地震で津波の心配はありませんが、この後も揺れに警戒をしてください。続いて各地の放送局からお伝えします。こんばんは、6時50分です。ここからは首都圏の皆さんにニュースをお伝えします。今日午前、群馬県安中市で山林火災が発生し、消防などによりますと、これまでに少なくともおよそ6ヘクタールが焼けたとみられるということです。今日午前9時50分ごろ、群馬県安中市で山林が燃えていると登山をしていた人から消防に通報がありました。群馬県では去年8月、県の防災ヘリコプターが墜落して空からの消火活動ができないため、埼玉県と山梨県、それに陸上自衛隊のヘリコプター合わせて5機が出動し消火に当たりました。消防などによりますと、これまでに少なくともおよそ6ヘクタールが焼けたとみられるということです。今日の消火活動は日没のため午後5時までに打ち切られましたが、今も燃えているということで、消防隊員が夜を徹して見回りを続けることにしています。警察によりますと、付近に住宅などはなく、これまでに怪我をした人はいないということです。現場は JR 横川駅から北西におよそ 4.5 キロ離れた場所で、現場近くの国道18号はおよそ12キロにわたって通行止めとなっています。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都は今年、宿泊施設のバリアフリー化に関する条例の改正などを通じて受け入れ環境の整備を急ぐことにしています。来年の東京大会では、パラリンピックの期間中におよそ230万人の観客が訪れると見込まれていますが、